鳥取県江府町は、移住者を呼び込むとともに人口流出に歯止めをかけようと、佐川地区に賃貸の移住促進住宅12戸の建設を決め、去年12月末に完成させました。すでに町の内外からの応募者で満室となり、現在30人が入居しています。このうち13人は町外からの移住者だということです。これに合わせ、江府町は空き店舗の敷地を活用し、パレット奥大山と名付けた地域交流の拠点施設も整備。これが先月末に完成し、町の関係者40人が参加する中、今日オープニングセレモニーが開かれました。どうぞ。おめでとうございます。この交流拠点施設にはコンビニエンスストアやコインランドリーが入居するほか、新鮮な野菜や生活雑貨品が購入できる店舗もあり、移動販売にも対応するということです。さらに東京から U ターンしてきたシェフが経営するフランス料理店も、ミシュランガイドにも掲載されたことがあるレストランでカフェとしても利用でき、住民の交流はもちろん新たなにぎわい創出も期待されます。また子育てしやすい環境を作るため、近く保育園が新設される予定です。出身は愛知県で、とにかく近いところに買い物できる場所があるっていうのは本当に生活のなんていうんですかね、心支えというか住みやすいです。やっぱり今人口減少、少子高齢化と言っていますけども、少しでもですね、なんとかしたいという思いです。そこに少しでも歯止めをかけたいなと、その一つのきっかけになればいいかなと思っています。江府町の現在の人口は2517人、10年前に比べておよそ800人減少しました。こうした中、人口減少に歯止めをかけ、持続可能な地域を作ろうと動き出した江府町、移住定住の促進を目指した新たな取り組みは、人口減少に直面する周辺の自治体も注目していて、その成果が期待されます。